木下俊里は、江戸時代後期の大名。備中国足森藩十二代藩主。官位は、十五位下、岩見守る、備中神。足森藩絹家十三代。明治期には死尺に列せられる。養子に、大正時代の家人として、有名な木下利源がいる。十一代藩主、木下俊志の次男として誕生。陽名は三の城。高下四年十月一日。 十二代将軍、徳川家康に敗越した。同年十一月二十三日、父、李愛の隠居により、家督を継いだ。同年十二月十六日、従法した、備中神に除任した。慶応四年一月二十六日、上落し、明治新政府支持の姿勢を示した。母親戦争では、旧幕府軍に組みして函館まで転戦した。 板倉クラカの藩である備中松山藩の追悼に参加した。同年8月4日、明治新政府に対し、道の区国忍部軍内の領地1万1400国余りを備中チ用軍内に改めてもらうことを願う。明治2年6月20日、藩籍奉還により藩知事となった。明治4年7月15日、廃藩知見により面官となる。 1884年7月8日、死者区を除職した。明治23年3月29日、59歳で死去した。法号は、大臣院伝、慶応李兄弟子児。ありがとうございます。